はい、皆さんどうもこんにちは、ケリアスです。今回は4月30日に無料配信されたスプラトゥーン特別体験版の方をやっていきたいと思います。スプラトゥーンはガチ初心者です。下手です。まあそれでもいい方はどうぞ見ててください。まずチュートリアルからまあやっていきましょう。フットアールで打ちます。あ、むずやばいほんまに下手なんだっすけど、待って、スピンの移動が、あ、こうか、なるほど、これ壊したりできるんかい。ピンクインクだ、ピンクインクインクピンクですね。当たらんの、めっちゃむずい、すごい、やば、めっちゃむずい、やば、止まって、あ、イカになれるすごい、あー、前でリセットできる、なるほど、すごい、え、手首を楽にコントローラー、あー、なるほどね、なるほど、あ、イカになれる、あ、すごい、すごい、あ、ジャンプ B でジャンプもできた、ほんまにやばい、下手すぎる。で B でジャンプ、あ、すごい、あ、一発打ったになったな、これ塗ったらいい、違う色の、あー、オッケー、こうしたらいい、なるほど、おー、すごい、すごい、あ、ゴムだ、あ、インフルコスだ、すごい、おい、あ、すごい、あ、すごい、あ、すごい、あ、こっちか、よいしょ、よしょ、ウォーミングアップ Z、ZL? あ、あった、あ、ハイカラスクエア、ここかな、ここが、おう、スプラトゥーン2特別体験版20のプレイ時間までお待ちください。じゃあとりあえずお待ちいたします。はい、あ、ペンタクルズだね、これ、あ、すごい、なんか煽りが行方不明らしいです。ほー、なんかファッションのなんかあれみたいな言ってるかなー、あ、はい、
ようこそハイカラスクエアへ。ここは今一番生かしたやつらが集まる大通りだ。目の前にそびえ立つのがデカタワー、ハイカラスクエア名物の超高層ビルだ。デカタワーの1階にはバトルに参加するためのロビーがある。こちら辺はエスカベースと呼ばれる生かしたお店が並んでいるエリアだ。バトルで活躍するための生かした武器やギアはここで揃えよう。ただショップの店員は生かしてないやつを全く相手にしないから気をつけろ。奥にも謎の建物があるが、何やら怪しいバイトを紹介されるって噂だ。美味しい話には裏がある。いろいろ気をつけろ。こっちにあるのがイカチャと呼ばれる総合アミューズメント施設だ。近くにいる友達とバトルで協力でワイワイ遊ぶことができるぞ。行かなきゃ損ちゃ。じゃあ次はあれはどっかで見たことあるような。いや、こんなとこに立ってるわけないよな。うん、服も違うし見間違いななきっと。奥の方から何か聞こえてくるぞ。怪しい、怪しすぎるな。とりあえず見なかったことにしよう。改めて早速バトルに参加してみよう。出方はのロビーに向かってくれとのことで、あ、イカになれる。わーい、すごで、どうしたらいいんや、これは。あ、消えちゃった。多分このマンホールは多分製品版でしか入れないと思うんで、まあ、とりあえず、え、どうしよう、ロビーに入ろうか。え、むっちゃ怖い、なんか入るの怖いな。ランク1だし、まあとりあえずちょっとここのこの辺ちょっと見てから。あ、すごい、なんかいろいろあるみたいですね。結構いろいろあるみたいです。このマンホール入れないよね、だって。あれ、入れた。あ、ですよね。まあじゃあとりあえず、あ、ズームできる。まあとりあえず、まあ参加していこうか。さあ行きましょう。ではちょっと怖いけど、ちょっと皆様の足引っ張りそうやけど、あ、マジか、ちょっと待ってね。待って、マジか。じゃあちょっといろいろしないといけないんで、じゃあどうしようかな。なんかこれ X でなんかいろいろできる。ちょっとよくわかんない。なんかすごい。あ、ちょっと待って、カスタマイズって何。ああ、これじゃあ試し打ちでもしとこうかな。よし、試し打ちしに来ました。これはちょっとなんかアカウントをちょっと制作しないといけないので、先に。だからまあアカウント制作する前にちょっとだけ練習してから行きましょうか。じゃあ、すごい、めっちゃ楽しい。あ、すごいわ。で、こっちのエリア何？あ、こっちは動いてんのか。すごい。あ、ちょっと待って。あ、すごいわ。すごい。あ、なんかスペシャル溜まった。これちょっと押してみます。インクアーマーか。よく機能は分かんないんですけど、ちょっと初心者だからよく分かんないんだけど、あ、すごいんでしょ。あ、ボムも投げれる。あ、水不足です。すごっ。あ、なるほどね、こうすると。なるほどなるほど。じゃあ
まあ一通り練習終わったから、まあ一通りちょっと練習したんで、だいぶちょっとエイムもだいぶいい感じになってきます。まあまあまあ、これここで届く。レース後、あ、なんかずっと試し打ちしてても楽しいわこれずっと試し打ちしてても楽しいわこれ。まあそろそろ試し打ちやめて進みましょう。これスーパージャンプもできる。あ、なんかまあいいや、スーパージャンプできる。あ、すごい。まあじゃあとりあえずバトルとかに入っていきたいけど、あかんとものあれがないといけないから、まあそれだけちょっとやってきます。